デナ・ヨハンナ・テレジア・ヤマイヤーラン5月23日イは、ドイツ派のオファー出身の女優、歌手である。愛称割れに。2010年5月に、ノルウェーのオスロで開かれた、ユーロビジョンソングコンテスト2010に、ドイツ代表として参加し、決勝戦では、サテライトを歌って246得点を挙げて、優勝を果たした。大会に先立って、そのドイツ代表を選ぶ、国内選考。 ウンザースターフィアオスロの当時、ドイツのヒットチャートで史上初となるデビュー3作が同時にトップ5に入るという快挙を成し遂げた。2010年3月に発売されたサテライトは最初から首位でチャート入りし、すぐにトリプルゴールドに認定された。5月に発売された初のアルバムマイカセットプレイヤーはドイツのアルバムチャートにて最初から首位でチャート入りした。 1991年5月23日、ドイツ連邦共和国のハノーファー生まれ。祖父はソビエト連邦併合前のエストニアのタリンに生まれる。1980年から1983年、及び1987年から1989年まで、ドイツ連邦共和国の中ソビエト連邦大使を務めたアンドレアス・マイアーラントルートである。一人っ子であり、兄弟姉妹はいない。 5歳でダンスレッスンを受け始め、当初はバレエを習っていたが、後に多様な現代的ダンスの訓練を受け始め、ヒップホップダンスやジャズダンスも習っている。やがて歌唱への興味を高め、ドイツで数多くのテレビシリーズにエキストラとして出演した。しかし、歌唱や演技に関して体系的な教育を受けたことはない。総合学校、X ロダーブラッチハノーバーに通い、 アビトゥア試験を2010年4月に受けている。これまでプロの歌手としての経験はなかったが、ユーロビジョンソングコンテスト2010のドイツ代表選考、ウンザースターフュアオスロへの参加を決めた。国内選考は、ドイツの公共放送であるドイツ公共放送連盟と民間放送、プロジーベン、芸能人で音楽プロデューサーのステファン・ラープによって主催された。 およそ4500の参加者の中から選び抜かれた20人の中に入り、意気込みを聞かれた際には自分を試してみたい。どう感じてもらえるか知りたい。見識のある人たちが私の音楽をどう評するか聞いてみたい。自分では全く自分自身を測れないと述べている。2010年3月、ドイツのハノーファーにて、イギリスの歌手、アデルの楽曲、マイセームを披露したところ、 多くの審査員から好評を得て、すぐに優勝候補と目されるようになった。翌週、アデルのマイセームは、ドイツのヒットチャートで61位に入った。ウンザースターフィアオスロの決勝では、ザバードザビー、ケイトナッシュ、パオロヌ・ティーニ、リーザ・ミッチェルなどの、やや知名度の低い国際的アーティストの楽曲を歌った。レナは全部で8曲のカバー曲を歌い、うち5曲の原曲が、 ドイツのヒットチャートに入り、うち4曲はそれぞれ最高順位を記録した。3月12日の決勝では、大会のために作られた3つの新曲、B、サテライト、ラブ目を披露した。まず、視聴者による電話投票にて、アメリカ合衆国のソングライタージュリー・フロストと、デンマークのソングライタージョン・ゴードンが制作した、サテライトが、レナの代表曲として選ばれた。 続いて二つ目の投票が行われ、デナと共に決勝まで勝ち残っていたジェニファー・ブラウンを下して、ユーロビジョンソングコンテスト2010のドイツ代表に選出された。サテライトのビデオクリップは決勝戦の夜に撮影され、4日後にテレビを通じて発表された。国内選考の期間中からすでに多くの支持を集めており、インターネット上での各種投票で2位以下に大差を つけて、最上位に選ばれることが多く見られた。ウンザースターフィアオスロで優勝を果たした翌日、決勝で歌った3つのオリジナル曲が、ドイツの iTunes ストアでトップ3を独占し、トップ3独占の初記録を作った。サテライトは、初週で10万を超えるダウンロード販売があり、ドイツにおける楽曲のデジタル販売の最速記録を更新した。 デビュー3作はそれぞれ1位、2位、5位となり同時に揃ってドイツのシングルチャートのトップ5入りした。これは1959年にドイツでヒットチャートが発表されるようになって以来史上初めてのことである。サテライトは初週にゴールドシングルの売り上げを記録し4週間後にはプラチナシングルの売り上げを記録した。その後この曲は 連続5週間にわたって、チャートの首位に止まった。イットピークとアットナンバーツーインボース、オーストリアスイィツランド、ウンザースターフィア・オセロの期間中も学校には通い続けていた。同大会の決勝が開かれたのは、卒業試験の1ヶ月前のことであった。4月のアビトゥア試験の後、デビューアルバム、マイカセットプレイヤーは2010年5月7日に発売された。 アルバムのプロデュースは、ステファン・ラープでデビュー3作、サテライト、ラブメ、B に加えて2つのカワー曲、8曲の新曲を収録している。レナ・マイヤー・ラントルート本人は5曲の共同作曲者としてクレジットされている。アルバムはドイツのアルバムチャートで首位となったほか、オーストリアとスイスのアルバムチャートでも3位、ビルボードのヨーロピアントップ100アルバムスでも5位となった。 ドイツでの成功の後、歌唱や演技の仕事を楽しんでいると話したが、同時に一生を歌で過ごすと決まったわけではないとも説明している。はじめは学校を卒業したら演技を学ぶつもりでいたが、今は今後どうなるかわからないとし、もし時間が許すならと話している。自身の音楽に影響を与えたアーティストとして、アデル、ケイト・ナッシュ、バネッサ・カールトン、クリューゾや。 ドイツのポップロックバンド、ビアジンとヘルデンの名を挙げている。ユーロビジョンソングコンテストのビッグ4規定により、ドイツは準決勝への参加を免除されており、2010年5月29日にノルウェーのオスロで行われた決勝から参加した。登場順を決める際にはドイツは自由に登場順を選べることとなり、ドイツ代表団は自らの意思によって決勝戦でのドイツの登場順を指定した。 決勝に参加した25のアーティストのうち、レナ・マイヤー・ランは22番目に登場して、サテライトを披露し、ドイツ連邦共和国としては1982年大会以来、ドイツ再統一以降では、初となる優勝をもたらした。決勝戦では、ジェニファー・ブラウンとレナ・マイヤー・ランはそれぞれ異なるバージョンの B とサテライトを歌った。サテライト、B、ラブメの3曲は同時に、 チャート入りしている。英語ドイツ語。ありがとうございます。